大衆は神である、の思想は多数決を主体にした感覚ではない。大衆の中に正解、それが一人でもいれば、それが神の意向である、そういう方が正しい。正解に対し、その他大勢がいかに、間違いだ、と言ってもそれが正義であれば勝つのである。ただ、結果的にノアの箱舟とか、ソドムとゴモラの逸話があって、それはリアリティ、それとしてある。神を信じない 99% が廃棄されても、1% さえ残っていればそれで。物理的事象としても、大樹とそこにある果実は、でもやがては朽ちて消えるが。落ちた小さな種子からは、再び大樹化は育つ可能性がある、そういう。少なくとも物理的事象を前にしては、多数決でそれが変わる、ということはまあ、ない。人にとって、正しい、は、過去から現在に至るまで変わっていない。選ばない、だけだ。